愛媛大学の2012年度一般入試の願書受付が23日始まりました募集人員は6つの学部の前期と後期を合わせて1327人です受付初日となった23日午前松山市道後日たの大学本部には2通の願書が到着しました大学本部では入試科職員が慎重に封筒から書類を取り出し 不備や記入漏れがないかなど慎重にチェックしていました。推薦入試なども含めた全体の入学定員は1787人です。一般入試の志願者数は横ばい傾向を続けていて、今年も例年と同じ程度の出願を見込んでいます。試験は前期が2月25日と26日、後期が3月12日と13日です。合格発表は前期が3月6日、 後期が3月22日となっています。願書の締め切りは2月1日です。出願状況は1月25日の夕方頃から大学のホームページに掲載するということです。